12月17日に岡山市で行われる第42回山陽女子ロードレースの主催者は、ハーフマラソンと10キロメートルに出場するエントリー選手を発表した。ハーフマラソンには112人が登録し、10月の MGC で5位、6位に入った松下夏美、谷本寛月の天満屋勢が揃って出場する。11月の全日本実業団女子駅伝では谷本が1区7位。 松下はエース区間の3区で区間12位と力走。チームのシード権獲得に貢献した21年東京五輪1万メートル代表の安藤友香、マコール、や MGC8 位の池田千春、日立、前回大会で日本人トップの5位に入った唐沢由里、九電工もエントリー。学生では8月のワールドユニバーシティ・ゲームズのハーフマラソンで金メダルに輝いた北川聖流、大阪芸大が出場したほか、 前回優勝のマーガレット・アギドル、コモディ・イダ、実業団ハーフで優勝経験のあるオマレ・ドルフィン・ヤボケ、USE など実力のあるケニア人ランナーも登録された。10km の部では MGC に出場した竹本かな子、ダイハツ、マクムク、ユニバーサル・エンターテインメントがエントリー。全日本実業団女子駅伝の3区で区間5位と構想した川村楓岩谷産業、大会3連覇中のアグネス・ムカリ。 キョウセラなどが名を連ねているレースはシティ・ライト・スタジアム発着のコースで行われ、ハーフマラソンは10時、10km は10時15分にスタートする。